Run away ご視聴ありがとうございます。なんちゃってギター大工マンです。今回はランナウェイの弾き方を解説します。講座では歌いやすいキー、押さえやすいコードを最優先。そこで今回は5フレットにカポタスト、 G コードを軸に進めてまいります。カポタストを外した開放弦の状態でオリジナルと同じ高さになり、弾き慣れてくればアーティストの音源に合わせてコラボ演奏を楽しむことができます。ではいつものようにコードチェックから。使うコードは全部で10種類、アルファベット順に見ていきましょう。 Am コードは5弦がベース音、和音の要となる低音です。5弦から響かせましょう。 A7 コードも同じく5弦がベース音です。5弦から。 C コード、こちらも5弦がベース音、5弦から。Cマイナーコード、講座では押さえやすい簡易型を使います。6弦5弦を弾かず、4弦から下を響かせましょう。D コード、4弦がベース音です。4弦から。D フラットも押さえやすい簡易型を使います。今押さえているフォームはそのままで、1フレット分左へ低くずらして、こちらは3弦から下を響かせましょう。D7 コード、こちらは4弦がベース音、4弦から。 Em コードは6弦がベース音です。6弦から。 E7 コードも6弦がベース音、6弦から。最後は G コード、こちらも6弦から。コードチェックが済んだら次は右手の動き。今回はストローク。3種類の弾き方を併用します。まず序盤で使う弾き方からご紹介します。図をご覧ください。ハートマークが4つ。これは4拍の間。まず1拍目はコードのベース音を狙って弾き下ろしズン。次の2拍目は軽くダウンアップと入れますが、ダウン弾き下ろしは音を消してチャッ。この引き下ろし、チャを強く出してアクセントにします。次の3拍、4拍目はダウン、アップを2回繰り返しますが、4拍目の引き下ろしは音消しにして、ズーク、チャッカ。この時もやはり引き下ろし、音消しをやや強めにして表情をつけます。左手 G コードを押さえて弾いてみると、まず弾き始めベース音6弦を狙ってズン、音消し入りでチャッカ、ズーク、音消し入れてチャッカ、ズン、チャッカ、ズク、チャッカとなります。では少し難しいかもしれませんが、図のワンセットを計4回ご一緒しましょう。4カウントで入ります。ワン、ツー、スリー、フォー、ズン、チャカ、ズク、チャカ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 。ここから先、習熟スピードには個人差があります。画面左上、緑色のマークが出ているシーンはゆっくり演奏している部分です。動画を繰り返し再生され、一緒に弾いて練習を重ねてください。ではメロディーラインへ入っていきましょう。序盤の2行、1行目、前半分のゆっくりお手本を先に聞いてください。ではゆっくりご一緒に。3カウントから歌い出しに続いてどうぞ。ワン、ツー、スリー、ランアウェイ。とても好きさ。前
前半分が標準スピードに達すると Run away とても好きさとなります。続いて後ろ半分、まずゆっくりお手本です。連れて行ってあげるよ。あげるよの部分は D コードでズンチャカまで弾いたら、次はジャンと引き下ろして、そのまま D フォームを1フレットずらして3弦から下あたりを、そして C へつなぎます。もう一度言ってあげるよ。では少し難しいかもしれませんが、この後ろ半分ゆっくりご一緒しましょう。スリーカウントで入ります。ワン、ツー、スリー、つれて後ろ半分が標準スピードに達すると、連れて行ってあげるよとなります。続いて2行目のゆっくりお手本です。二人だけの遠い世界へ、お前を抱いてでは、この2行目ゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1,2,3,4。 2人だけの遠い世界へ、お前を抱いてランアウェイ。2行目が標準スピードに達すると、次の2行、ストロークが大きく変わります。まずゆっくりお手本を先に聞いてください。ひとりさまよい、傷ついた魂の抜け殻に。図が変わります。最初の3拍は音消しの弾き下ろしでジャッジャッジャッ、最後は音消しダウンと普通のアップ。これを通しで弾いてみると、ジャッ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 カ、 D7 で弾いてみるととなります。では前後に分けて前半分をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。1,2,3,4。 ひとりさまよい、傷ついた。次に後ろ半分ですが、最後の Am は2行目に使う別のストロークへスムーズにつなぐために少し崩してみます。後ろ半分をゆっくり弾いてみます。魂の抜け殻に。この弾き方はあくまでも一例ですが、最後の Am はジャンジャンジャンジャカ、だんだん大きくジャカ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 と流して次の行へつながるようにします。では少し難しいかもしれませんが、この後ろ半分ゆっくりご一緒しましょう。このあたり動画を繰り返し再生され練習を重ねてください。4カウントで入ります。1,2,3,4。
1行目が標準スピードに達すると一人さまよい傷ついた魂の抜け殻に概ねこのようになります。続いて2行目、ここで使う3つ目のストロークを先にご紹介します。図が変わります。4拍の間、1拍目は引き下ろしを伸ばしてジャン、2拍目アップダウンでジャッカ、3拍4拍はダウンアップ伸ばしアップでズジャージャ。通しで弾いてみるとジャンジャカズジャージャ。 C コードで弾いてみるとG コードで弾くととなります。では2行目、前半分のゆっくりお手本を聞いてください。ではゆっくりご一緒に4カウントで入ります。1、2、3、4。前半分が標準スピードに達すると続いて後ろ半分、まずゆっくりお手本です。D7 は一つ音消しジャンを入れて続けてアップアップジャカジャカジャジャジャカジャカ。次は左手で弦を押さえて音を消してダウンアップダウンアップダウン、計5回、弦を開放して1弦4弦あたりを2回引き上げて、もう一度弾いてみます。激しい。では少し難しいかもしれませんが、この後ろ半分をさらにゆっくりスピードでご一緒しましょう。4カウントで入ります。1、2、3、4。この部分が標準スピードに達すると となります。そして終盤の2行、ここでは序盤使ったストロークに戻しますが、音消しはややルーズにして響きを残し、また黄色矢印で示している引き下ろしは抜いてしまうか鳴らしてもほとんどアクセント程度にとどめるのが良いでしょう。では早速1行目をゆっくりご一緒しましょう。3カウントの後、歌い出しに続いてどうぞ。1、2、3、run away。
標準スピードに達すると Run away。続いて2行目をゆっくりご一緒しましょう。4カウントで入ります。最終行が標準スピードに達すると二人だけの遠い世界へ、お前を抱いて Run away となります。全体の弾き方解説は以上です。この後動画下概要欄よりリンク先へ進まれ、別冊付録ランナウェイなんちゃってお手本演奏をぜひご視聴ください。そして弾き慣れてくればコラボ演奏にも挑戦なさってください。ということで本編のご案内はここまで。お疲れ様でした。